アムステルダムのナインチェグツ専門店。ガラス窓右方にナインチェの文字が見える。ナインチェプラウスはウサギの女の子のキャラクターである。ウサコちゃん、またはミッフィーとしても知られる。オランダのデザイナー、ディック・ブルーナが描いた絵本に主人公として登場する。2017年2月時点でナインチェの絵本の 日本国内シリーズ累計発行部数は5000万部を、全世界シリーズ累計発行部数は8500万部を、それぞれ突破している。ディック・ブルーナの出身地である、ユトレヒト市内にある広場には、ジナン・マルクが制作したナインチェの像が建てられている、ロッテルダムにあるディック・ブルーナの手形作者のブルーナは、もともと、オランダの中小美術運動、デステールの傾向を色濃く受け、単純明快な色と、 デザインによる書籍想定などを手掛けるデザイナーであった。そして当時は写実的な絵柄作りが当然とされていた絵本の差し絵に自分のデザインと同様の単純で抽象化された線と原色の色使い等を用いる手法を持ち込み、擬人化されたサ兎の主人公たちの日常を描写した新しいタイプの絵本を描き上げた。ブルーナはその主人公に コウサギを意味するコニンチの短縮形であるナインチという名前を与えた。これがナインチェの誕生である。初期のナインチェは耳が横向きになっており、現在のものとはキャラクターデザインが異なる。1963年に耳が立ったデザインに改訂され、改訂後は輪郭が楕円型で耳が長く尖っていたが、年を追うごとに耳も輪郭も丸くなり、現在に至っている。 日本では母国と同じナインチェと呼ばれることはほとんどなく以下の2種のうちいずれかの名で呼ばれる。ただし日本においてもナインチェという名前が全く使用されていないわけではない。例えばフェリシモの商品カタログミッフィーとお友達ではオランダ直輸入のキャラクター商品に対してナインチェが使われていた。またハウステンボスにはナインチェ関連商品専門の売店。 ナインチェがある。なお、ナインチに対するカナテン社には、ナインチェとネンチェの両者が見受けられ、福音館書店のサイトでは、ナインチェと表記されている。また、プラスに対するカナテン社には、多くプラウスが用いられており、上記の福音館書店も、プラウスと表記している。ナインチェの絵本は、世界約40カ国語に翻訳されて親しまれているが、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクでは、 オリジナル名であるナインチェの名前で発行されている。ミッフィーとは英語及び英語からの訳によるウバンで見られる名前である。ただし英語での展開の広さ、日本では講談社による販路の大きさや出版媒体の多彩さからこちらの名前の方が広く普及している。2005年4月時点で日本での絵本のタイトル数は福音館書店刊行のうさこちゃんが14冊。 高段社観光のミッフィーが12冊。売り上げ上位3冊のトータル部数は、うさこちゃんが537万部、ミッフィーが17万5000部と、うさこちゃんが圧倒するが、キャラクターブームに伴っていた業種から、キャラクターグッズが相次いで発売され、近年ではミッフィーの方が身近になっていると言われる。本校では講述する。 ミッフィーとお友達に登場するキャラクターについても記述する。ナインチェプラウスふわふわウサコちゃん、ミッフィーバニー主人公のウサギの女の子、プラウス家の第一子、両親とペットとの三人プラス一匹暮らし。ただし、ウサコちゃんと赤ちゃんでは第二子が誕生するため、四人プラス一匹となる。口の罰は口と鼻の合体したものである。オランダで、 最初の絵本が出版された1955年6月21日が、ナインチへの誕生日という設定。もともとは赤ちゃんとして登場したが、年を追うごとに学校に通うようになり、後に第二子が誕生してお姉さんになり、内容によっては赤ちゃんにも小学生にも見えるが、それ以上年を取るようなことはない。服装は基本的にワンピースである。 中でも花柄のワンピースは一番好きな服であり、誕生日の時に着いる。なお、以下子供のキャラクターは性別に関係なく、ワンピースを着ている。初期には性別は設定されていなかったが、うさこちゃんの誕生日から女の子に設定された。花柄のワンピースを描きたかったためである。性格は純真無垢で前向き。寒がっていた小鳥のために小屋を作ってあげたり。 ダーンを垂れ耳ミ君と呼ばないように呼びかけたりするなど、正義感の強いところもあるが、いたずら好きなところもあり、シーツでお化けごっこしたり、お店のキャラメルを盗んでしまったこともある。宝物は、誕生日に、おじいちゃんとおばあちゃんからもらった熊のぬいぐるみである。ミッフィーどうしたのうさこちゃんの探し物にてなくしてしまい、家族や友達に尋ねても見つけることができず、泣きながら必死になって探したほど。 言語名は、ふわふわ、うさちゃんのい。名詞婚姻の変形指正字体、名詞プラスなどのい。ファデルプラウスふわふわさん、お父さん、ラビットさん、ナインチェの父。ナインチェと異なり、後部の表現はバッテンに横棒を付け足した、1003本で表現されるアスタリスク風になっているが、これは、シワを表現したとのことである。なお、 イカオトガのウサギのキャラクターはコの三本型である。当初はメガネをかけていたが、1963年に現在のデザインに近いものに改定された。趣味はガーデニング。ナインチェに人参の栽培を教えたことがある。休日には自ら率先してナインチェを動物園や海などへ連れて行くことがある。言語名は、ふわふわお父さんの胃。ムデルプラウスフワ奥さん。 お母さん、ナインチェの母。掃除と料理が上手。テント遊びをするためにテントを張ってあげたり、お化けごっこをするために、シーツでお化けを作ってあげたりするなど、ナインチェの良き理解者でもある。言語名は、ふわふわお母さんのい。おパプラウスふわじいちゃん、おじいちゃん、ナインチェの父方の祖父。趣味は、大工仕事。ナインチェにキックスクーターや笛を作ってあげたことがある。 言語名は、ふわふわおじいちゃんのい。おまプラウスふわばあちゃん、おばあちゃん、ナインチェの父方の祖母。趣味は編み物。ミッフィーのおばあちゃん、うさこちゃんの大好きなおばあちゃんにいてなくなる。言語名は、ふわふわおばあちゃんのい。らいねプラウス赤ちゃん、うさこちゃんと赤ちゃんで生まれた赤ちゃん。プラウス家の第二子。子供なので口はバッテン型。言語名は、ふわふわ小さいのい。 タンテトラインふんわりふわこさん、アントアリス、アリスおばさん、ナインチェの父方のおば。プラウス家の近所の丘の上に住む。料理上手。緑に赤の水玉模様のワンピースを着ている。言語名はトラインおばさんのい。オウムフリゲニル、おじさんプラウス家の親族ではないため、おじには当たらないのだが、プラウス家とは、親交が深く、親しみを込めて、おじさんと呼ばれている。 職業はパイロット。英語版では、ボブおじさん、ミッフィーの世界旅行では、フライヤーおじさんとなっている。言語名は、フリーゲニル、おじさんのい。スヌッフィーくんくん、スナッフィープラウス家で飼われている犬。ただし、スヌッフィーが主人公となる作品では、飼い主は人間の主婦となっている。スナッフィーの赤ちゃん、くんくんに、子犬が生まれた世では3匹の子犬が生まれる。 言語名は、くんくんちゃんのい。ドーシストナファン、指障子へ。ニナニーナちゃん、メラニーナインチェの海の向こうに住む文通相手の女の子。外見は、ナインチェにそっくりだが、色が茶色。ただし、ミッフィーとお友達では、友達として登場する。子供なので口はバッテン型。ダンダーン、ダンナインチェのクラスの転校生の男の子。 右耳が垂れていることから始めはクラスメイトから、垂れ耳君と呼ばれていたが、本人が嫌がっていることを知ったナインチェは彼を名前で、呼ぶようクラスメイトに提案した。子供なので口はバッテン型。アーヒエアは、アギー、アニーナインチェの友達の女の子。外見は、ナインチェにそっくり。子供なので口はバッテン型。ウィレマイン・ウィルメイン、ウィン・ウィニーナインチェの友達の女の子。外見は、 ナインチェにそっくり。子供なので口はバッテン型。ボリス・ベール・ボリス、ボリス・ナインチェの友達のクマの男の子。性格はやんちゃでおっちょこちょい。言語名のセー・ベールは、クマのイ。英語の、ビールではない。バルバラ・ベール・バーバラ、バーバラ・ボリスのガールフレンド。性格はしっかり者。そばかすがある。ベチェビック・タコさん、ポピー・ピック、ポピー・サンブタの主婦。面倒見がよく。 家事や庭仕事が好き。言語名の性ビッグは、豚の胃。英語の、大きいではない。クノレチェフが子ちゃん、グランティ、ポジーナインチェの友達の豚の女の子。ベチェの名でもあり、ベチェのことを慕っている。言語名は、ブーブーちゃんの胃。動詞ナロン、指生じた体。本校では、ナインチェが主人公もしくは登場する絵本について、紹介する。なお、 チーク絵本については割愛する。5分番組、アニメブルーナの絵本がオランダで制作され、1993年4月5日から1994年4月1日まで NHK 教育テレビで放送された。ナレーションは長沢彩。全1 2話だが、そのうち5本は未放送。 引き続き1994年4月9日から1994年10月29日まで NHK 衛星第2テレビジョンでも放送され未放送エピソードのうち4本が放送された。残りの1本何でもできるよはビデオソフトにのみ収録されている。1997年4月8日から1998年10月2日には同タイトルの続編が放送された。 監督は、西内敏夫、全30話。ビデオソフト化の際は、ブルーナのビデオ絵本館、ブルーナのお話し地へ遊びに開題されている。これらは、母とこのテレビタイムや、ニャンチューワールド放送局内でも放送されている。ブルーナのビデオ絵本館は1994年7月の発売から4ヶ月で7万本を販売した。ミッフィーとお友達、編集その後、 ミッフィーとお友達として独立し、2003年には全65話。このアニメは現在もテレビ放送されているほか、DVD も発売されている。ミッフィーの声は薄い字より、他のキャラクターの声とナレーションは、兵道真子。NHK 教育テレビジョンで放送されている。2007年度時点では、毎週土曜日午後5時40分マイナス5時45分。 2009年度では、毎週日曜日午後5時30分マイナス5時35分。2012年に入ってからは、毎週日曜日午後5時25分マイナス5時30分。キャラクターお話、お話、ミッフィーとお友達、編集また、2007年9月6日から28日まで、ミッフィーの世界旅行が、NHK 教育テレビジョンで、毎週目。 金曜日午前7時15分7時25分に放送。全4話。ミッフィーの声は堺の壁。ナレーションと他のキャラクターの声は、兵道真子。25分拡大版スペシャルが2008年に開始。ミッフィーの声は、中川美代。2011年11月20日。ミッフィーの世界旅行を特番放送。ミッフィーの世界旅行キャラクターを話し、ミッフィーと、 お友達スペシャルキャラクターお話ミッフィーの冒険。編集2016年4月より 3DCG アニメを用いた新シリーズとしてミッフィーの冒険がスタートする。ミッフィーの声は大川春菜、メラニーの声は佐野二花、グランティの声は小沢美優、ナレーションは桜井隆弘。放送時間は変わらず、毎週日曜日午後5時25分マイナス5時30分。 キャラクターお話2013年春に初の長編映画ミッフィー動物園で宝探しが上映。内容はミッフィーと友達が動物園に出かけてそこで様々な冒険を繰り広げる。テレビアニメ版を踏襲したものになった。ナレーションは小松美加子が担当。キャラクターミッフィーとお友達シリーズ編集ミッフィーとお友達に関するカテゴリー。 ミッフィーの冒険に関するカテゴリー。劇場版。ミッフィー動物園で宝探しに関するカテゴリー。親子で遊ぼうミッフィーのおもちゃ箱に関するカテゴリー。ありがとうございます。